はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、確かこれどこに売ってたんだっけな。ローソン？セブンイレブンかな？コンビニで買いました。フルボディビア。力強い飲み応え。限定醸造。アルコール度数が 7%。高いです。うん。麦芽 100% ビールですね。サントリー。うん。天然水 100% 仕込み。力強い飲み応え。アルコール度数 7% ですか？高い。ちょっとこれは、ね。どんな、感じが。するのか。あら、あ、美味しい。値段が220円ぐらいだったかな。そんな感じですね。最近はかなりビールをいろいろ大量に飲んだんですけど。じゃあ乾杯。あ、すごい。甘い。これはビールにしては珍しく甘い系列。うん。甘いです。苦くない。甘い。これは甘い系ですね。結構。甘いって言ってもそんな、砂糖が入ってる系の甘さじゃなく、原材料が麦芽とホップだけですから、まあ、砂糖は入ってないです。が、苦いのがほぼないんで、相対的に見て結構甘みが感じられる。これは美味しいですね。あ、うまい。これはうまい。セーブ。これ美味しいですね。うん。香りも非常に強い。うん。これはなかなか。うん。うん。美味しい。ん？甘い？うん。苦味もなんかあるような気もするな。これなんだろう。なんか、不思議な。苦味も確かにあるな。ん？なんか、苦いんだけど甘い。みたいな。おり、なんだこれは。いや、なんだろう。ん？いやでも甘いんだよな。確かに。確かに甘いんだよな。フルボディビア。
と、コンビニエンスストア限定ビール。うん。フルボディビア。麦芽 100% 使用、天然水 100% 仕込みといったサントリービールの特徴がそのままに、アルコール度数を 7% に。うん、うん、うん。うん。なんだこれは。びっくりするほど美味しい。しかも製造終了しましたって書いてある。もう多分手に入らないかな。まあ売ってるとこが在庫なくなったら終わりみたいな感じですかね。うん。これ美味しい。美味しい。なんだこれは。うまいぞ。うまいぞ。これは珍しいぞ。これうまい。うん。限定ビールにしたら珍しく美味しい。あの前、グランドキリンとかね。飲みましたけど。あれは全然ダメですね。あれ全然ダメ。ブログに書いてありますね。はい。このビールはちょっと不思議なビールで、サントリーでは公式ページにもニューリリースだけですし、そのリリースにも力強い飲み応えと麦芽由来の豊かなコクとしか書かれてないというね。全然本気を出してない感。ああ。確かに。豆腐ぐらいしかほぼ味については全く書いてないですね。この人は。もうちょっとなんか、書けよ。俺も突っ込めないだろ。これ美味しいけどな。色は、他の、とこで、ブログです。細かく強い泡ができます。遠くからでもホップの香りが感じられます。飲んでみてもしっかりとホップの香りがしますと。アルコール度数 7%という、7% ということで、少しだけアルコールっぽい香りがするのはご愛嬌。いや、それはない。はっきり言って、全然 7% だけど、全然アルコール感の香りを全くしません。びっくり。丸めの苦味が感じられて、確かにピルスナーとしてはボディが感じられます。飲んだ時にビーフシチューとか合わせると合うんだろうなぁと思いました。フルボディというのは言い過ぎな感じもしますが、しっかりボディを感じられるので、ガツンとくるビールが飲みたい時におすすめですねと、うん。個人的にボディと言われてるんですけど、これ何がボディなのか全然わかんないです。結局何なんでしょうか。ビールにボディというのは、それは、具体的にどういう意味なんでしょうか。個人的にわかりません。でも美味しいな。異常なほど美味しいな。最近飲んだ中で、あ、ワールドビールの人、俺が声なく、ね、閲覧させていただいてる、ワールドビール、ビール、地ビール、世界のビールという、ね、ブログなのかな、サイトの人が、評価してます。コクが四つ星、喉越し、二つ星、苦味が五つ星、甘みが二つ、やっぱり、
この人よくわかってる。やっぱり。びっくり。苦味が五つ星で、甘みも五つ星なんですよ。これびっくりだよな。総合評価がこれ、この人二つ星ですね。あら。あんまりおすすめではないと。でもよくわかってるわ、この人。やっぱり苦味と甘みがね、なぜか五つ星なんですよ、どっちも。俺もよく飲んでて意味がわかんなかったんだけど。読みます。コンビニエンスストア、数量限定販売。アルコール度数 7% のビールです。注いでみると泡立ちが非常によく、色が若干濃いめ。口に含むとホップに、芳醇な果実のような香り。強い苦味と甘み。アルコール感が特徴的です。まずはじめにホップと芳醇なエステル香。続いてしっかりとコクのある麦芽。そして中盤から後味にかけて、重みある強い苦味がやってきて、アルコール感。アルコールから来る甘みとともに余韻が長く残ります。かなりしっかりとした味付けで、飲み応えはあるのですが、私にはホップ、エステル香に始まり、苦味や薬品臭いアルコール感に至るまでどれをとっても不自然に感じられ、好みが分かれるビールだと思います。ほう。なるほど。なるほどね。確かに薬品臭いアルコール感。それはまあ、なんか苦味の中にそういったような香りがあるような、これがそうなのかはわかんないんですけど。なるほどね。あ、でもよくわかってるわ、やっぱ。甘みがね、異常にあるんですよ。で、ちゃんと苦味もあるんですよね。確かによくよく考えると結構苦い。結構口の中に残るんですよね、苦味が。でもやっぱり甘みが全体的に強い。で、関係ないんですけど、セブンイレブンとかコンビニで、ホットスナックってあるじゃないですか。まあ、それに関してなんですが、まあいろいろありますけど、なんかセブンイレブンがやけに多いですね。なんか公式で書いてあるんですけど。一番安いこのザンギって、40円のザンギってのはこれ何なんですかね。ザンギ。唐揚げのことかな？あ、唐揚げのことをザンギっていうらしいです。セブンイレブンの公式サイトに、ザンギって書いてあって、ザンギエフかなんかかなって思ったんだけど。ね、普通に書いてありますね。40円。一番安いので40円で売ってますね。唐揚げ1個。ね。唐揚げ1個40円は高いのか安いのか、まあ別としても。まあ3個買って120円ですから、まあ、L チキよかグラム的には安いんじゃないか。ファミマ。俺の地域だとファミマがね、少ないですね。ファミマとローソンが少ない。特にローソンが少ないかな。セブンイレブンは多いんですけどね。ファミマとローソンが少ない。まあ、だからといって別に困ったことはないんですけど。はい。別に困ったことはない。ファミマキッチン。フライドフード。ああ、こっちもいっぱいあるわ。ファミマのね、プレミアムね、チキン。
これも美味しかったですね。200円です。高い。うん。あ、プレミアム肉まんなんてあるんだ。ファミマのね。いろいろありますね、こっちも。プレミアム。うん。牛肉コロッケとかね。いっぱいありますね。うん。いっぱいあるんですけど、なんか、おでん。おでん美味しいですよね。ね。うん。あ、おでんうどんなんてあんの？おでんラーメンだって120円。おでんそば。ほうほう。おでんラーメンだって。とうとう、あれか。これ食いたいな、おでんラーメンとか。ファミマのおでんラーメン。とうとうおでんの時期が来たか。とうとう来ましたね。今年もおでんを食べる。おでんが美味しい季節がやってまいりましたけども。ね。でさ、セブンイレブンとファミマはさ、なんかさ、フーズ、その、唐揚げとかのやつがすげえいっぱいあるんだけど、ローソンだけ、なんかやけに少ねえんだけど、ローソンの商品、公式サイト行って、商品で見てみると、カウンターフーズ。で、見てみると、あ、そんなに、あ、そんなでもなかった。あ、でも少ないですね。全体的にやっぱ、少ないのかな？ね、そうっぽいですね。あんまり、こっちには力入れてない感じですかね、ローソンはね。だいたい L チキと唐揚げくんが、もう8割占めてるみたいな感じですね。唐揚げくん。まあメジャーっちゃメジャーですしね。うん。L チキがなぜか何種類あるの？普通のやつと？ん？ああ。あれ？ L チキレギュラーなんてあるの？よくわかんない。なんか、L チキがなんか2種類あるっぽいですね。値段が128円のやつと150円のやつがあって、そっちの方がでかいと。値段が高いやつがでかいと。で、L チキホット。辛いやつと、L チキチーズ味。さらに L チキレモン味。なんてのもありますね。へえ。まあ、主に L チキがあり、L ポテ、ポテトが120円。で、唐揚げくんが3種類。で、黄金チキン。で、見たことないですけど、パンなんてありますね。カリパン。ビーフカレーと。ローソン、おでん。ローソンのおでん。ね。え、ヨードラン光の卵なんですか？
知らんかった。あ、卵これ、ヨードラン光使ってんだ。ヨードラン光って知ってますか？卵の、まあ、多分俺が知る中で相当高級品ですね。ヨードラン光っていう名前のやつ。これは高いです。へぇはぁ、ローソン、ヨードラン光使ってんだ。でもさ、70円均一とかじゃないと俺買わねえからな。基本的におでんは。悪いけど。それじゃなかったらもうあれですよ。そこら辺で買った、200円とかで数種類入ってるやつ、買います。そういうのを買いますね。普通に。業務用スーパーで、俺が毎年買ってる。やつがあるんですけど。でも、ヨードラン光使ってんのは結構、多分コンビニでも初めてじゃないかな。ヨードラン光って。俺の中でかなり、ヨードラン光はあれですね。すごいんですけど。すごいなぁ。なんか、何これ？ちょっとやばくね？なんかめっちゃ、このペンなんか、液漏れしてんだけど。汁漏れてんだけど。やば。まあ、いっか。はい。今回。コクが三つ星。甘みが四つ星。多いです。甘いです。香りも四つ星。うん。これはね、おすすめの四つ星。これはおすすめです。うん。ね。ぜひ。まあ、これはね、甘くて苦い。という、ちょっと、珍しい、系列です。珍しい系列のビール。うん。まあ、もう出荷終了しましたからね。もうあれですけどもね。まあ、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。フルボディビア。ということで、ご視聴ありがとうございました。